続いて毎週金曜日にお伝えしているニューヨークスタイル。長い冬が終わり、ようやく春が訪れたニューヨーク。春のおしゃれに欠かせないのが帽子だそうです。ニューヨークの人たちの帽子への思い、今週からは島津アナウンサーに伝えてもらいます。島津さん。はい、今日からは私がニューヨークの最新情報をお伝えしていきますよ。ニューヨークもようやく春になりました、うん、今こちらは夕方の5時半を少し過ぎたところなんですけれども、今日はよく晴れてとても暖かくて、この時間になっても上着が必要ないくらいなんですね。そのニューヨークの春のおしゃれに欠かせないのがこちら、そう、帽子なんです、うん、帽子をかぶった女性の横顔がありますけれども、これ実は帽子屋さんの看板なんですね、今日はこちらの帽子屋さんにお邪魔したいと思います。わー、見てください、ウィンドウももうすっかり春色ですね。ハロー。 Hello, how are you? Fine, thank you. 見てください、たくさんの帽子がありますね。素敵ですね。でこちらにはつばの広い帽子があります。いや、これだけつばが大きいとちょっとかぶるのに勇気がいりそうですけれども、はい、日差しが強くなるこれからの時期はこうしたつばのある帽子がよく売れるそうなんですね。春のニューヨークでなぜ帽子なのかと言いますと、まあ、暖かくなって外出する機会が増えるというのはもちろんなんですが、今度の日曜日はキリスト教の復活祭、イースターです。イースターにはニューヨークでは女性はこうした華やかな帽子を身につけて教会に行くというのがニューヨークの伝統になっているからなんですね。お店の奥には工房があります。こちらではオーダーメイドの帽子が作られています。ちょっとお邪魔しましょう。このようにもう一針一針手縫いで帽子が作られています。大勢の方が帽子を求める今の季節は1年でも忙しいそうです。オーダーメイドですから何度も試着をして数ヶ月かけて一つの帽子を作り上げるということもあるそうですよ。さらに今は若者の間でも帽子の人気が高まっているんですね。というのも若者向けのブランドが今シーズン積極的に帽子をファッションアイテムとして取り入れているからなんですね。こちらにいらっしゃるのがこの帽子屋さんのご主人でデザイナーのエレン・クリスティンさんです。エレンさんはニューヨークでも有名な帽子デザイナーで、ファッション雑誌や映画や舞台の衣装でもご活躍になっています。エレン、ナイスとミーチュー。Hello. May I try this hat on you? It's perfect with your outfit. Yes. この帽子が今日の私にとってもよく似合うから、ちょっとかぶってみてもいいかしらということです。かぶせていただきます。Wonderful. どうでしょうか。いいですね、柔らかい雰囲気で春にぴったり、ね、今ぴったり合ってますよね。そうですよね。お出かけしたいですこの格好でねえ。エレンさんにこの春の流行を聞いてみましょうね。エレン、はい、What's the most popular trend this spring? These headpieces with flowers or feathers, small ones with color, are super popular right now.こうした頭にちょこんと乗せるタイプのヘッドピースがとても人気だそうです。お花とか羽を使っていて鮮やかな色のものがもうスーパーポピュラー、すごく人気があると言っています。でもこうやって帽子をかぶるのすごく楽しいですよね。 It's a lot of fun wearing hats. Oh, it's a good experience. We want everybody to enjoy the fun of hats. The more you own, the more fun you have. もう全ての人に帽子を楽しんでほしいと言っています。たくさん持てば持つほど楽しいわよとおっしゃっています。ニューヨークを彩る華やかな帽子の数々、それぞれの好みに合わせておしゃれを楽しむのもニューヨークらしいですよね。ニューヨークスタイルでした。はい、以上ニューヨークスタイルでした。毎週金曜日にお伝えしているニューヨークスタイル。長い冬が終わり、ようやく春が訪れたニューヨーク。春のおしゃれに欠かせないのが帽子だそうです。ニューヨークスタイル、今週からは島津アナウンサーがお伝えします。島津さん。はい、いかがですかこの帽子。うわー、ゴージャス、素敵ですね。似合ってますよ。いいでしょう。先ほどから通りかかる人が皆さん帽子素敵ねって声をかけてくれるんですよ。今度の日曜日はキリスト教の復活祭、イースターなんです。イースターの日には女性はこうした華やかな帽子をかぶって教会に行って、その後パレードに参加するというのがニューヨークの伝統になっているんですね。というわけで今日お邪魔するのはこちら。これ帽子屋さんの看板なんですけれども、今日はこちらの帽子屋さんにお邪魔しようと思います。 Hello. Hi. Hi. How are you? Good. 素敵な帽子がたくさんありますよ。こちら側には
つばの広い帽子がたくさんあるんですけれども、まあ、日差しが強くなるこれからの時期はつばのある帽子の方がよく売れるそうなんですね。そしてこちらにあるのは少しつばが小さいんですが、男性の中折れ帽を女性用にアレンジしたものです。こうした帽子フェドーラと呼ばれています。最近この帽子若い人たちにも人気があるそうなんですよ。こちらにいらっしゃるのが帽子のご主人、帽子屋さんのご主人でデザイナーのエレン・クリスティンさんです。エレンさんに、この春の流行を聞いてみましょう。エレン、 What's the most popular trends in spring? Headpieces like theseSmall amounts of color, flowers, or feathers are super popular right now. こうした小さな頭に乗せるヘッドピースが人気だそうです。羽ですとか花を使って小さくて色が鮮やかなものが人気があるそうです。It's a lot of fun wearing hats. We want everybody to have fun with hats. 直してくださってます。Hats make you happy. Hats make you smile. もう全ての人に帽子を楽しんでもらいたい。帽子は気持ちを楽しくしたりですとか笑顔にしてくれるというふうにおっしゃっています。ニューヨークの春を彩るこうした様々な帽子、個性に合わせていろいろおしゃれを楽しむというのもニューヨークらしいですよね。中継でお伝えしました。はい、本当に見ているだけで春らしい気分になれる帽子がたくさんありましたね。帽子で個性を出すというのもおしゃれなニューヨークならではなだというふうに感じました。ニューヨークスタイルでした。